も高いです。こちらの本ですね。人を信じられない病、信頼障害としてのアディクションって本ですけど、今回話すのは虐待関係の話なんですよ。親や兄弟など一親等以内の身近な家族の自殺を15歳までに経験したことある者は、まあ、結構ね、多罪関係者で最も多く、約8人に1人の割合。2014年度の我が国の自殺率10万人あたりって考えると 20.9 人、つまり10万人で割ると 0.02% であり、多罪の患者の 12.2% という数字はその600倍に達している。親が問題飲酒者、つまり酒によって何らかの問題行動が見られたり、アルコールのアディクションが疑われたりするような親がいる割合はアルコールの患者に最も多く、約3割に達した。この数字も一般社会における男性の多量飲酒者率が 5.8% と報告されていることを考慮すると、一般よりもはるかに高い割合であることが推測される。高校や大学を中退した者は覚醒剤のアディクトで最も多く7割を超えていた。覚醒剤の患者で大学まで進んだ者は極めて少なく、7割という数字のほとんどが高校中退者である。文部科学省のデータによれば、2012年度の高校中退率は 1.5% であるから、全国平均からすると、いかに覚醒剤のアディクトたちが早期に学校教育現場から脱落したものであるかがわかるだろう。15歳までにいじめ被害が不登校を体験した者は、多罪というのは、まあ、薬剤の薬のプシュプシュってやってる人ですね、アディクトで最も多く、約5人に1人に達した。参考値までに文部科学省が公表している2012年度のいじめ件数は約19万8000件で、児童1000人あたり 14.3 件、つまりは全児童の 1.4% という数字を比較してほしい。15歳までに補導歴があるものは覚醒剤の患者が最多で、半数近い 45.6% であった。2012年度の非行率10から19歳の少年人口1000人あたりの検挙補導者の割合が 6.5、 つまり全国の少年人口の 0.65% が補導されていることを比較すると、 45.6% という覚醒剤の患者たちの数字は桁違いに多い。彼らは覚醒剤を使用し始める前からすでに反社会的な行動に手を染め、違法な行動を取ることに抵抗感が薄い子供時代を過ごしているのであるということですね。だからなおさら子供は問題児と感じるのであれば、 親こそこういう本読めって言いたいんですけどね。皆さんどう思いますか？それでは。